源太は末期癌だった。それで空気と差し違えることを考えた。同じ被害者として君たちは協力した。全員で刺し違えようとしたんだ。そして茎の口座は銀行へのハッキングによって作った。
ダニにはダニだな。助かったぜ、探偵。これから少しは目こぼししてやるよ。ダニはあなたよ。許さない。貴様！暴行傷害の現行犯だ。こいつらを逮捕しろ。あと5つ6つ若けりゃあと10発は見舞ってやる。このわしが。貴様。わしは組織の中の人間だ。ドロップアウトなんぞ一生できん。だからこそ同じように組織の中で身を粉にして働いている連中を愛しとる。それを貴様は怪我した、泥を塗った、絶対に許さん。熊さん。久喜警視、明日あんたの調査委員会が開かれる。出頭してもらうぞ。免職なんぞで済むと思うなよ。覚悟しとけ。